ブルゴスは、スペインカスティーリアイレオン州ブルゴス県のムニシピオ、ブルゴス県の県都である。2018年の人口は175,921人。スペイン北部における交通の要所であり、幾度も軍事拠点にされた歴史を持つ。ブルゴスは、アルランソン川沿いの丘陵地帯に位置し、農業、工業ともに盛んである。近隣の大都市としては、 1> 約1 1 5トル南西にカスティーリアイレオン州の州都であるバリアドリと約1 0 0トル北東にバスク州の州都であるビトリアガステースがある。この付近には古代よりケルト人の集落が存在していた。ブルゴスの郊外にはアタプエル海石があり人類化石が出土している。その後、旧世紀末にアステリアス王国によって城塞都市が建設された。 標高850メートル程度の丘陵地帯に位置しており、レコンキスタ初期における軍事上の根拠地となった。11世紀以降にはトレドやマドリードと共にブルゴスもカスティーラ王国の都となった。スペインの英雄である軍人のエルシットはブルゴス近郊で生まれてブルゴスで教育を受けたため、街中にはエルシットの像が複数箇所に建てられている。例えば、 アルランソン川に架けられた橋の近くだけでも劇場の前の広場、サンタ、マリーアモンの一部にエルシットの像が存在している。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の主要なルートはブルゴスを通っている。1221年にはブルゴス大聖堂の建設が着工され16世紀に完成した。1572年のブルゴス1930年代後半の スペイン内戦においては、反政府軍のフランシスコ・フランコ側の拠点となった。1970年には、ブルゴスで、テロ組織バスク祖国と自由の活動家6人が、死刑判決を受けたブルゴス裁判が行われた。ブルゴス裁判は国内外に大きな影響を与え、ヨーロッパやラテンアメリカの各国政府が判決に抗議したほか、スペイン全土で大規模な抗議運動が起こり、 1979年には、イマノル・ウリベ監督によって映画化までされている。2008年には、ウルゴス空港が旅客便の運航を開始した。2010年7月13日には、人類進化博物館が開館した。同年12月31日までに14万8045人が入館しており、カスティーリア・イレオン州で最も入館者数の多い博物館となった。 2013年にはスペイン美食史とに選出された。2015年にはユネスコによって美食都市に選出され、またユネスコの創造都市ネットワークに加盟した。ブルゴス空港歴史的にバスク地方とカスティーリャ地方を結ぶ交通の要所であり、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の主要なルートはブルゴスを通っている。 ブルゴスとスペインの首都マドリードは高速道路 N-1 号線でも結ばれている。鉄道駅としてはブルゴスローサデリマ駅が設置されている。アランダでドゥエロを経由してスペインの首都マドリード方面の南へ向かう鉄道路線、北東約 80km に位置するミランダでエブロへ向かう鉄道路線、南西のベンタデバニオスへ向かう鉄道路線が付設されている。 将来的には高速鉄道アベニューでマドリードと結ばれる予定である。ブルゴス市街地の4キロメートル東にはブルゴス空港がある。1927年7月19日に設立され、長らく軍用空港だったが、2008年7月3日に初めて商業飛行が行われた。バルセロナエルプラット空港に向かう定期便が運航されている。ブルゴス大聖堂ブルゴス大聖堂は、 13世紀に着工し、16世紀に竣工した。この大聖堂はユネスコの世界遺産に登録されており、中世の民族的英雄エルシットとその妻などが埋葬されている。大聖堂の前にはサンタマリーア広場がある。また、近くにはサンタマリーア門があり、この門にもエルシットの像が存在する。ありがとうございます。